どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA JAL の国際線特別対応延長解説とですね、燃油サーチャージの、ね、発表がありましたので、こちらの解説ですねやっていきたいというふうに思っております。いやまたね、国際線特別対応ということで発表されましたね。まあありがたい対応なんですけども、本当にね残念で仕方ないっていった感じですよね。本当にね早くね国際線ね乗れるようになってほしいなっていうふうに思いますよね。でですね、今回発表された ANA JAL のね国際線の特別対応についてなんですけども、 ANA JAL ね共に発表されているわけなんですけども、 ANA と JAL ね微妙に違いますので、まあそこまでね保有されている方はね多くないかなっていうふうに思うわけなんですけども、その点をね注意して見ていただきたいなっていうふうに思っております。それではまずね、ANA からですね、ANA の場合は、発券日がですね、2021年5月の12日発券分までっていうふうになっておりまして、搭乗日がですね、2020年2月の26日からですね、2021年9月30日搭乗分までっていうふうになっておりまして、こちらに該当する方はですね、特別対応で払い戻しね、変更が無料でね、利用することができるっていった形になっております。でですね、払い戻しに関してはですね、旅行開始から1年と30日以内のね連絡により払い戻しが受けられるっていう風になっておりまして、またね受付期限はですね出発の24時間前までっていう風になっております。またね変更する際はですね、条件は同じという風になっておりまして、手数料無料でね変更することができるっていった形になっております。でですね、変更自体はですね、2021年の12月の23日までの期間にですね、1回のみね、搭乗日が変更することができるっていった形になります。でですね、変更自体はですね、出発の24時間前までね、変更可能っていった形になっております。でですね、特典航空券の場合ですね、手数料なしでマイルね、払い戻していただけるというふうになっておりまして、このね、払い戻していただいたマイルはですね、新しいマイル付与っていった形になりますので、有効期限もですね3年間ね延長されるっていう風になります。これはね本当にありがたい対応ですよね。まあ、こんな感じでね ANA の特別対応がね出ているっていった形になります。それでは次に JAL のね国際線特別対応についてなんですけども、対象便はですね運休および変更対象便という風になっておりまして、搭乗日がですね2022年の4月の25日搭乗分までっていう風になっております。でですね、手続き期間なんですけども、元の予約の搭乗予定日の前日までっていう風になっておりまして、ANA とね JAL の違いはですね、 JAL の場合は対象便がですね運休および時間変更便っていう風になっている点なんですよね。 ANA の方はですね基本的に全てね対応していただけるっていう風になるわけなんですけども、 JAL の場合はですね通常運行されている場合はですね、このね特別対応の対象外っていう風になりますんで、この点はねちょっとね条件が厳しくなってるっていう風になりますので、注意していただきたいなっていう風に思っております。でですね、入出国制限が出ている場合はねどうなるのかっていう話なんですけども、こちらに関してはですね運休時間変更がねなっていなくても特別対応ねしていただけるっていう風になるわけなんですけども、元の予約のですね搭乗便の2ヶ月前からね受付開始っていう風になりますので、この点はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。またですね、変更はですね1回のみね可能っていった形になっておりまして、代替便期間はですね2022年の4月の27日までっていうふうになっております。でですね、 JAL に関してもですね払い戻されるマイルはですね新しいねマイル付与っていうふうになりますので、有効期限がね延長されるっていった形になっております。でですね、払い戻しに関してはですねウェブサイトでね利用できるっていうふうになっておりまして、手数料なしでね払い戻せる場合はですねこんな感じでね画面案内が出るっていった形になっておりますので、この点もね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。ちょっとね ANA と JAL でね内容が異なっている点がねございますので、もしね利用される方ねいらっしゃいましたらですね、この点をね注意していただきたいなというふうに思っております。まあいずれにしてもですね、この感染拡大がね延長すればするほどですね特別対応がね出ているっていった形になりますので、本当にねありがたい対応だなっていうふうに思いますよね。それでは次に燃油サーチャージに関してなんですけども、燃油サーチャージっていうのはですね2ヶ月に1回ね
原油価格によってですね変動するっていう風になっておりまして、まあ、それで査定が入って、まあ、決まってですね燃油サーチャージっていうのはですね国際線の航空券および特典航空券ね発券する場合にですね燃油特別付加運賃としてですね価格が追加されるっていう風になっておりまして、こちらがですね燃油サーチャージの価格一覧っていう風になっておりまして、またですねこちらが最近のね燃油サーチャージの価格変動っていった形になっているわけなんですけども、燃油サーチャージはですね2020年の6月からですね2021年の5月までですね適用外ということで燃油サーチャージねかからなかったんですよね。まあしばらくねかからない期間があったわけなんですけども、この感染拡大でですね国際線ね利用することができなかったっていう感じになりますので、ちょっとね利用できた方はね少ないかなっていうふうに思うわけなんですけども、先日ですね2021年6月以降の燃油サーチャージね確定したっていった形になりまして、残念ながらですね2021年6月以降は燃油サーチャージね復活するっていった形になるんですよね。で今回ですね左から2番目のですね7000円から8000円未満っていった形になりまして、まあこちらはですね2021年6月以降ね燃油サーチャージがかかるね価格一覧っていった形になっておりまして、ニューヨーク路線であればですね片道1人7700円、ハワイ路線であればですね片道1人4400円ですね燃油サーチャージがかかるっていった形になるんですよね。もしですね国際線利用ね検討されている方はですね2021年5月末までにですね国際線のね特典航空券も含めてですね発券ね検討していただきたいなっていうふうに思っております。まあね国際線の予約っていうのはですねあんまりね現実的ではねないかなと思ってる方ね多いかなっていうふうに思うわけなんですけども、 ANA のね特典航空券は出発日を含まないね355日前の9時からですね予約することができるっていった形になっておりまして、 JAL はですね搭乗日の前日から数えてですね360日前の午前10時からね予約することができるっていった形になっておりますんで、もうすでにですね2022年のゴールデンウィークとかですね予約することができるっていった形になっておりますので、もしね利用ね検討されている方であればですね来年の予約ね検討していただいてですね5月末までにですね発券ねしてみていただきたいなっていうふうに思っております。5月末まではですね燃油サーチャージがかからないっていう風になっておりますので、もしねハワイ路線でご夫婦でね行かれる場合はですね1人往復8800円ってねこの価格が6月以降はねかかってきてしまうっていう風になりますので、2人でね往復したらですね1万7600円かかるわけなんですよね。まあこれがですね5月末までに予約していただければですねこちら節約できるっていった形になりますので、人数が増えれば増えるほどですねこの燃油サーチャージっていうのは1人片道ねかかってくるっていった形になりますんで、そうなるとですね5月末までにね発券していただくとですねかなり節約できるかなっていうふうに思いますので、予定決まっている方はですねぜひね利用してみていただきたいなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA と JAL の国際線の特別対応解説ですね、燃油サーチャージのね解説させていただいたわけなんですけども、特別対応に関してはですね本当にありがたいとしかね言えないですよね。本当ね早く国際線ね乗ってね旅行にね行きたいですよね。またね燃油サーチャージに関してはですねそこまでね気にされない方ね多いかなっていうふうに思うわけなんですけども、こちらもですね結構な節約になるっていった形になりますので、予定決まっている方はですね5月末までにね予約していただきたいなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。